はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、列車合体シリーズ特急列車12列車合体デラックスハイパー列車帝王です。はい、列車合体シリーズも超巨大ロボが来ましたね。テレビ本編だと普段はレインボーラインのターミナルとして使われてるんですけど、デラックス版もいろんな列車シリーズが搭載可能です。変形はハイパー列車とハイパー列車ターミナルとハイパー列車帝王の3モード変形です。パッケージの上側はハイパー特急1号がいて、下側に遊び方説明ですね。で、横には特急レインボーの列車合体と、反対側は3モード状態で、裏側はかなり派手で、おそらく最終合体の特急レインボーが乗ってます。これを縦にすると相当箱が大きいですね。では早速レビューします。はい、箱から出すといくつかのパーツに分かれてて、まずはこの超巨大なのがハイパー列車帝王本体です。さすがターミナルに変形するだけあって、全長が長いですね。その他にはハイパー列車帝王の右腕と左腕、TQG マークが入ってる列車のストーンガードとハイパー列車です。今回のものは分割線が入ってて、変形ギミックがついてますね。ここが倒れると顔が出ますし、さらにパーツが回転します。車輪がついてて、コロ走行もできますし、後ろには列車合体もできます。ではパーツをセットして、まずは3モード中のハイパー列車ターミナルにしていきましょう。すごい簡単で、一番前のここの穴に右腕を取り付けて、反対側に左腕をセット。ターミナルの一番後ろのこの壁の部分にストーンガードを取り付けます。ここのくぼみにはめます。完成、ハイパー列車ターミナルです。はい、パーツをカチャカチャっとつけて、あっという間にできました。では全体を見てみましょう。横側とくるっと回転すると、後ろ、列車の先頭になってますね。で、反対側。そして、正面から見ると、線路が1、2、3、4、5、6、7レーンあって、なかなか迫力ありますね。前の方には、左右に車輪がついてて、裏返すと、下側もすごいゴージャスですね。結構細かいなと思ったのが、壁の部分に時計がついてて、しかも、7時30分になってます。で、センターには3つのスイッチがあって、これをカチャッとスライドすると、このように列車をロックするレーンが出てきます。ただ、ターミナルモードは列車をロックせずに乗せるだけですから、今回これは使いません。では、ターミナルに列車を搭載しましょう。線路に合わせて乗せるような感じですね。そして、ピンクと反対側に色列車。はい、デラックス特急の5編成が搭載できました。やっぱり列車が入ると一気にカラフルになりますね。そしてレッド列車を乗せてもまだこんなに余ってますから、いかに全長が長いかがよくわかります。この状態は乗せてるだけですから、このまま自分で発進することもできますね。グリーン列車を発進させて、そのまま机にさっていう感じで行けます。レッド列車も発進。よっと。さらにブルー列車、ザッと。おお。これまでの列車合体シリーズをすべて持っていれば、テレビ本編のターミナル状態も再現可能です。いや、並べると壮観ですね。ここまで来ると集めた甲斐が本当ありました。では、ターミナルモードから列車に変形していきます。やり方はすごい簡単で、まずは列車を一旦どかして、後方のここのヒンジを使ってパーツを折り曲げます。こちら側と反対側。ガチャッと。そうすると、かっちりロックされますね。そして、端の方にある、このスライドスイッチを押しながら、ここのヒンジを軸に、ぐっとパーツを起こすと、カチカチッとクリック音が鳴って、そのまま前に持ってきます。そして、ストーンガードの内側に、ジョイントがあって、このジョイントを、ここの部分に、はめ込みます。完成、ハイパー列車です。はい、これもあっという間に列車型に変形しました。まあ、変形したというか、ターミナルを折りたたむと列車になるんですね。そしてさっきのターミナルモードと違って、ゴールドが前面に出て、相当豪華な感じです。後ろはこうで、横側と前。ハイパー列車のこの形が、ハイパー特急1号のこのアーマーパーツだったんですね。デザインが全く一緒です。そして、列車を正面から見ると、相当デザインに手が込んでて、塗装もすごい綺麗ですね。で、ストーンガードには TQG。ひっくり返すと、ちゃんとデザインが入ってるのと、タイヤが1、2、3、4、5、5つついてて、ここを使って、しっかりと、コロ走行できますから、この感じは、
いつもの列車と似てますね。ただ、このサイズ差、同じハイパー列車でも迫力が全然違います。連結パーツはありませんから、列車と連結することはできないんですね。そして、この列車は、ハイパー列車のここのくぼみにセットできます。はい、このように、ハイパー列車の上にハイパー列車で、ダブルハイパー列車ですね。特にロックとかはなくて、本当にトンと置くだけです。なので、ハイパー列車以外にも、ビルド列車を乗せたり、レッド列車を乗せたりすることもできます。何でも乗れますね。では次は列車モードからロボットモードに変形します。これも超簡単で、まずはハイパー列車の先頭パーツを上に変形して顔を出します。煙突がついててなかなか凛々しいですね。そしてハイパー列車本体はこの状態からグッと起こします。よっと。そして正面を向かせて、はい、これでほとんど終わりです。あとは一番上の部分に列車を挟み込むこのパーツがありますから、ここに合わせて列車のこのくぼみをセットします。上からガチャッと。あとは両腕を少し前にずらせば、完成！ハイパー列車変形、ハイパー列車帝王です。はい、これも信じられないようなハイパー変形で一瞬で変形完了しました。えって思うような変形手順なんですけど、これでちゃんと合ってます。で、正面はほとんど列車の形をそのまま残してて、上の部分にメットパーツがこのようにガチャッと乗っただけですね。とは言っても、それなりにロボットっぽくは見えます。横側と後ろ。まあ後ろは列車状態と同じで、反対側はこうで、もう一度正面。テレビ本編では、ちゃんと足のパーツが2つに分かれてて、しっかり足っぽくなってるんですけど、デラックス版は完全固定ですね。一応、足っぽいようなデザインにはなってるんですけど、元々が全部ターミナルですから、ここの分割はないんですね。なので、可動としては上半身の腕がぐるぐると回るのと、それ以外は特にないですね。顔部分も固定ですし、水平方向に開いたりとかもないです。これも引っ張ると簡単に取れます。なので遊び方としては、前後左右のこの移動と腕のパーツを前にずらすと、こんな感じぐらいですね。ただ両腕をしっかり前に向けて、ポーズというかドンと置けば、必殺技のハイパー列車帝王ジャイアントフラッシュも一応再現できますね。ただ厳密には腕の方向がこの位置ですから、そこまでは再現できないですね。はい、近づいてみるとこんな感じ。顔の部分も列車がはまるようになってるのはなかなか考えられてます。ロボット状態は開き手が基本になってますから、踏切券を持たせることができませんし、このパーツも固定ですから、列車合体シリーズをセットすることもできないんですね。なのでハイパー列車帝王は拡張性があんまりないですね。はい、1年前に発売されたデラックスギガントブラディオと並べるとこうなります。全長サイズは今回の方が大きいんですけど、やっぱりロボットモードのプロポーションは恐竜ジャーの方がいいですね。はい、ロボット状態のいろんな列車と比べるとこうなります。特急ジャーのロボットは割と細身のものが多かったんですけど、一気にボリュームアップしましたね。厚みもハイパー列車帝王はこのように超分厚いです。はい、さらに超特急王と超超特急大王と比べるとこうなります。やっぱり超超特急大王はかなり大きいですね。で、今までは連結にすごいこだわってて、超超特急大王で若干複雑化したんですけど、ハイパー列車帝王で一気にシンプルになりましたね。一編成というか、一両ですから。ただそう思うと、列車一つのサイズとしては、すごい大きいです。では最後に超簡単変形をもう一回やりましょう。まずは列車を外して、元に戻します。で、手の位置をずらして、位置をぐるっと変えれば、はい、ハイパー列車です。上に列車を乗せることもできますし、殺そうこもできます。では次は、ストーンガードのロックを外して、この黄色いスイッチを押します。そして列車をガバッと展開して、さらにパーツを左右に広げれば、はい、ターミナルモードの完成です。どのモードも本当に簡単ですね。
い、ということで列車合体シリーズ特急列車12列車合体デラックスハイパー列車艇を紹介しました。3モード変形は相当お手軽で楽しくモードチェンジできますし、列車をたくさん持ってればターミナルモードをかなり派手にすることもできます。去年のデラックスギガントブラディオンに比べるとだいぶ箱型になってますけど、これはこれでザ・ボーイズトイって感じで僕は案外好きですね。以上、列車合体シリーズ特急列車12列車合体デラックスハイパー列車帝王の紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。